スパマロット、スパマロットは1975年の映画、モンティ・パイソンホーリー・グレールを原案とした2005年のミュージカル作品である。映画同様、この作品もアーサー・オー伝説の不尊なバロディであるが、筋書きは映画とやや異なっており、原作映画から割愛されたミュージカルという形をとっている。ミュージカルの制作者の一人で、 モンティパイソンのメンバー、エリック・アイドルは2004年のプレスリリースでタイトルについてこう説明している。2005年にブロードウェイで上演されたオリジナル版はマイク・ニコルズが監督し、ミュージカル作品賞を含め3つのトニー賞、最優秀賞を獲得したほか14部門にノミネートされた。1500回を超えたオリジナル版のロングランには200万人以上が足を運び、 1>, 1億7、500万ドル以上の工業収入を得た。エリック・アイドルはミュージカルのリブレット、脚本都市を担当し、作曲にはジョン・デュープレが協力した。ミュージカル中の曲のうち、ナイツ・オブ・ザ・ラウンド・テーブル、円卓の騎士の歌とブレイブ・サー・ロビンは、ニール・イネスが、モンティ・パイソンホーリー・グレールのために作曲したもの、オール・ウェイズ・ルック・オン・ザ・ブライ r サイド・オブ・ライフは、 ライフ・オブ・ブラインの作中曲としてアイドルが書き下ろしたものである。その他にもパイソンズのテレビシリーズオリジナルアルバムから曲が引用されている。作品には原作映画や他のパイソン作品からの引用が数多く含まれている。例えば、ヒコリの歌の一節、バカ・アルキシへの言及、や、死んだオームの下り、ナイツ・オブ・ザ・ラウンド・テーブル中で引用される。 スパム、作品の語源となった部分の歌詞、原作映画にも登場などである。他にもフィッシュ・シュラッピング・ダンスでは、フィンランドと、が引用されている。舞台のブックレットには、ディック・アド・トライネ・ナン・フルと題されたミュージカルに、関する、ギャグ、ページが含まれている。これはペーリンが書いたもので、原作映画のクレジットに登場する、偽スウェーデン語字幕を再録している。 原作映画にも登場する人物には、略称でキャストを併記した。GC が、チャップマン、JC が、クリーズ、TG が、ギリアム、映画アイドル、TJ が、ジョーンズ、MP が、ペーリン、NI が、ニールイネスを表す。原作映画に敬意を表し、6人の俳優で登場する男性登場人物のほとんどが演じられ、女性役も一部含む。 複数の役者が数と複数役を担当している。アーサー王、湖の乙女役のみが一人一役である。ブロードウェイ版では以下のような配役で演じられた。パイソンメンバーが原作映画で演じていた役は一部が一つにまとめられている。例えば死体収集人とロビン卿、アイドル、死体を担ぐ大男とランスロット卿、クリーズ、政治活動に、 熱心な古作のオデニスとガラハト教、ペイリンなどである。日本版は、モンティパイソンのスパマロットの題名で、2012年1月に赤坂アクトシアターで、同年2月に森の宮ピロティホールで公演された。公演にあたって、アイドル出演の特別動画が公開されたほか、実際に来日して、記者会見に出席した。企画、脚色、演出は、 福田雄一が担当し、福田版は2015年に再演された。主な配役は以下の通りである。日本公演にあたって作品制作の経緯を聞かれたアイドルは2000年頃から脚本を書き始め、数曲のデモテープと共に送ったところ、メンバーから快諾されたと答えている。しかしながら、完成した作品には Python ンメンバーから賛否両論が紛失した。 オーディオインタビューに答えたテリー・ギリアムは作品についてライト版パイソンと答えた。後に BBC ニュースのインタビューに答えたギリアムは年金を助けてパイソンズを生きながらえさせているよと述べた。ギリアムと原作映画を監督したテリー・ジョーンズは2005年5月に率直な意見を表明しスパマロットは完全に的外れだ。雰囲気で満ち満ちている。 関心のあることをやるのが好きだ。自分の優先順位リストで Python を復活させるのはあまり高くないところにあると述べた。一方でブロードウェイ公演の直後に収録されたラジオインタビューで作品について問われた時には、ああ、あれはものすごく良くて面白いと思う。あの作品を好きな観客を見るのは素晴らしいね。あれは本当のバイソンじゃない大部分。 エリックのものだと述べた。2006年10月のインタビューで、マイケル・ペーリンは、みんな、スパマロットがよくやっていることに大喜びしている。みんな受益者だからね。素晴らしい賞だよ。全員で書いたものじゃないから、パイソンではないけれど、誰一人として集まって、パイソンの舞台を書こうとしなかったんだ。エリックは、次第に官人袋の糸口が切れて、じゃあ、 それなら自分でやろうじゃないかと言ったんだ。彼はこっちに、商編や曲やらすべてを送ってきて、僕らは、ああ、これなら構わない、進めてくれと言った。結果はエリック含め全員が驚くほどの大ヒットで、今じゃみんな、幾分不十分だったけども協力したことを、誇っているよと述べている。2008年に、のインタビューを受けたジョン・クリーズは、次のように答えている。 記事でも言及されているように、クリーズはミュージカル用に神の声を収録したが、結局アイドルがこれを使用しなかったため、一時期二人の関係が冷え込んだことが知られている。オリジナル版は工業的、批評的に成功を収め、バラエティ誌では予約販売で1、800万ドルもの売り上げがあったと報じたチケットの金額は36ドルから179ドルまで。 ロンドンウェストエンドに移ってから、舞台はすぐに大成功した。チケット予約販売の大成功を受け、公演開始の4ヶ月前に4週間の上演延長が決定されたほどだった。ブロードウェイのミュージカルファンたちは、他のミュージカルやジャンル一般への言及を称賛している。作品には次のような言及が含まれる。ザ・ソング・ザ・ n g That g o e は、アンドルロイド・ウェーバー作品や、 ブロードウェイ作品に登場するパワーバラードのパロディである。騎士たちは屋根の上のバイオリン弾きやウエストサイド物語を思わせる曲に合わせて踊っている。ヒズネームイズランスロットではランスロット卿がピーター・アレンの真似をする。この作品には登場しない卿はラマンチャの男に登場するドン・キホーテの格好をしている。フランス軍の兵隊には で、ミゼラブルに登場するエポニーヌの格好をした者がいる。ハーバート王子の歌には、スティーブンソンドハイムのカンパニー中のアナザーハンドレッドピープルから引用された一節がある。U1、T サクシードは、プロデューサーズや、愛のイエントルの原作のパロディである。のサム・アンダーソンは、バイソンは、スパマロットで描かれるような、怠惰なコメディ的なものに対する反応の中で、 作り上げられたものだ。ペーリンがかつて簡単で歌い文句のような王と言っていたもので、メンバーは過去の作品に迎合せざるを得なくなった、スパマロットはポストパイソンの作詞という長すぎて面白くもない監修、本やアクションフィギュア、テレビゲームを持ったけばけばしいクライマックスだ。引用文を本来の場所で使ってもともとの作品を上演する代わりに、 古い素材を一連のスローガンのように扱うと述べた。ウェストエンド版には絶賛のレビューも寄せられた。デイリー・テレグラフのチャールズ・スペンサーは、作中のジョークを引用しつつ、記事を書き、素晴らしい夜で、そうでない感想を寄せた人には誰でも手を引ってやる、と述べた。インデペンデント紙のポール・テイラーは、作品は、パイソン由来の基本的な素材だけでなく、 素晴らしいベテランであるマイク・ニコルズの監督で加わった驚くべきスピード、ウィット、生意気さ、ショービジネスへの抜け目無さのおかげで、見る人を大いに笑わせて弱らせると評した。ガーディアンが見のはそこまで熱狂せず、ふざけまくったミュージカルを楽しく見ている間、ショーのニューヨークにある起源は、ユダヤ人なしで、ショービズの成功なんてできないと述べる上気を一したナンバーで明確に表されていた。 これは大西洋のこちら側ではあまり受けないブロードウェイの内輪ネタだと述べた。ビリントンはさらに皮肉あったが一晩保たせるには不十分だった。胸に手を当てて私はエリックアイドルの生意気なスパマロットよりラーナーやのが見たかったのだと付け加えた。2006年3月22日ブロードウェイ初演から1周年を記念し劇場外のニューヨーク。 で、1789人が半分に割ったココナッツ柄を叩き、世界最大のココナッツオーケストラとして演奏した。この演奏は、ギネス世界記録に認定されたが、2007年4月23日にトランファルガー広場で行われた5567人の演奏によって塗り替えられた。校舎には、ロンドン版の出演者や、パイソンズのジョーンズ・ギリアムも参加し、 Always Look on the Bright Side of Life 曲中の口笛に合わせて、ココナッツが打ち鳴らされた。これはこの年のゲオルギオスの日を祝って行われたもので、この後、モンティパイソンホーリー・グレールの上映も行われた。オリジナル版のブロードウェイ公演では、湖の乙女役を演じるサララミレスが、意味、グラミーなんて取ってないわ、ショーだって一つも、トニーショーだってと歌い上げる。皮肉なことに、 公演のオリジナルキャストで収録したアルバムは2006年のグラミー賞を獲得し、ラミレス自身は2005年のトニー賞を獲得した。この2つの賞を受賞したことで、劇中の曲の歌詞は少しずつ変更された。もともと、この曲の歌詞は、意味、私のトニー賞は自分を、ベティ・フォーズから自由にしてくれないというものだった。が、サラ・ラミレスの役を引き継いだ際には、歌詞が、意味、 私の前任者は、ショーは取ったけれど、今は、ベティフォーズにいるわとなり、後に、もう一度、意味、私たちの取った、トニーショーはみんな字を、ベティフォーズから自由にしてくれないと変えられた。また、ツアーにおいては、ピアグレン、ガトの歌詞で歌っている。またロンドン公演では、ガ、意味、これ以上ないくらい憂鬱だわ、いつも生理前みたいに憂鬱と歌っている。ツアー公演には、 の賞も与えられている。パイソンズは、モンティ・パイソンホーリー・グレールのプロデューサーだったから、スパマロットの著作権使用量に関する訴訟を起こされ、2013年に敗訴した。彼は、パイソンズに支払われる利益の14分の1を得ることになった。パイソンズは、訴訟に関連して、合計80万ドルの出費を余儀なくされ、これが2014年の、モンティ・パイソン復活ライブ。 開催につながった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。